真珠バーナゴリスを倒してなんだか疲れちゃったな。おや、ここはホテルオアシス。お、どれ、ちょっと行ってみよう。すいません、エステはどうだい。エステですか。エステってのは一体。マサーン。ああ、どうもこんにちは。真珠が暴れるのをやめてくれたから、これからうちも忙しくなるよ。おお、でエステっていうのは何ですか。ルージュ族長様、様だね。ちょっと何言ってるんですか。通常のプランなら20ルピー、美肌エステプランなら80ルピーだよ。おお、なんすかその目まぐるしく話題が。じゃあ通常プランにしてみようかな。お、でも、あ、美肌プラン、美肌エステプランにしましょう。通常プラン、美肌エステプラン、美肌エステプランでお願いします。1名様ご案内。よし、行くぞ。指が鳴るんですね。エステプランだね。ボキボキ指が鳴るね。バキボキ。それでいつ起こせばいいんだい。あ、じゃあバキボキボキ朝まででバキサボール。お、なんすか、仕事する気あるんですか。サボサボ。おや、意外と筋肉があるんだね。このまるでボーイのような。あ、これすごいですね。なんかそこですか。バキよっす。ボキ、あ、これはアースの案件です。バキアース来てます。バキアース、ボキボキ、あ、バキアース、バキアース。バンではワンバンコ、こんばんは。皆さんこんばんは。アースでした。サボったふふ、よく眠れただろう。砂漠は危険だ、気をつけるんだよ。アース、エステでございました。さあさあ、本日もやってまいりました。気持ちいいエステでしたね。前回は真珠バーナボリスを倒して、何でした、ウルボサさんの力を手に入れたところですね。そうですね、真珠の人、うち一つ倒したわけですよね。そしてこれで真珠から出てる赤い光線が、はい、あそこだ、はい、あ、そうか、キャッツが投げ払えってやったんですよね。今、まぶしい、超逆光、すげえまぶしい、ね、定位置に移動したんですね。はいはい、あのガノンの城に今あの狙いをつけてるところですね。あ、タケジャンマンだ。タケジャンマンがスーパーチャットでこんばんは、お疲れ様です、おぎゃー新しくね、おぎゃースタンプを押してくださいました。やった、はい、新しいんですね、おぎゃースタンプ。新しい、ちょっとスタンプね、いろいろ試してるところなんですよ。うんうん、はい、いろいろ試してますよ。それで今日は、はい、次どこに行けばいいのかなと思ってね。そうですよね、皆様なんか行ってほしい場所っていうか、行ってほしい次の真珠、まあ、行ってほしい場所でもいいや、なんかございますっていうのを一度聞いてみたくてね。うん、どうなんですか、選択肢として4真珠以外何っていうのがあるんですか、うん、そもそも。ああ、あとは祠を探してくれとかぐらいですかね。もしくは、ああ、果ての村に果ての古代研究所っていうのがあるんですけど、あっアッカレ地方の方にアッカレにも古代研究所っていうのがあったりするんですよね。別の研究所が、はい、そこに行ったらまたパワーアップの あちょちょコメントが来ておりますが、はい、兜をもらってほしい、真珠他何がいるの、ゴロンに行ってほしい、ゾーラに行ってほしい。兜はちょっと長いっすねあ、そうなんですね。兜、はい、あれだよね、雷を無効化する兜ですよね、はい、でゴロンかゾーラ、ゴ、ちなみにゴロンがこの辺でゾーラがこの辺かな。近さで言ったらゾーラっすかね。まあまあ、どうしましょうか。真珠は残り3体あれですよね。まだラクダ倒したっきりですよね。そうです。あ、とうとうリト族もどうですか。リト族はこの辺です。はい、リトにも真珠がいて、ゴロンにも真珠がいて。あ、そうなんですね。そしてこの辺のゾーラ付近にも真珠がいると。え、真珠いるんですか。あ、真珠全部出ようですからね。これで、はい、ゲルドのところの真珠と合わせてこれで4体。そっかそっか。にちょうど世界の4隅くらいにいるんですよ。はい、3、4。アリツナさん、こんばんは。こんばんは。あ、ゼルダを見ながら筋トレタイムの。ゼルダを見ながら筋トレ。方がまた、おおおお、やってくださってる方ですね。できる？体感とか毎回してくださってる方じゃないですか。おうおうおう、あのショーンがなんかクリアできるまで体感やるって。そう。地獄だぜ。いらっしゃったと思いますよ。力で言うと電気を出す力を手に入れるんですよ、ここの、はい、あれは真珠は。リト族は空、あ、何もないとこでも空を飛べる力を手に入れる。このゴロン族に行くと敵の攻撃を跳ね返す力。コメント的にゾーラが多いですね、うん、あ、ゾーラ多いですか、はい、じゃあゾーラにしましょうか。ゾーラ行きましょうか。じゃあゾーラで、はい、あ、こんばんは。ゾーラの村ってどこ
そこからなんだ。近くがどこなのか。確かね、この辺だと思うのよ、はい、なるほど、この辺だったと、はい、あ、こんばんは。思う。よし、ちょっとかかりこまに行くか。ペレオ、あペレオそこにいたんだ。なんだ、貴様まだいたか。インフルはどうだ。あ、こんばんは。治ったかインフル。イケメン王子に会える里。確かイケメン王子がいるんですか。いいなんですよ。ショーンとどっちの方がイケメン。まあショーン、うーん。ちょっとごめん、一回考えるまでもなくショーンって言った手前、ちょっと後から考えても説得力ないな。ショーンってもう結局言い切った感ありますよね。そうだよね、言い切った後考えて、はい、あ、倒したからあれ表示されてるんですか。あ、そうです、画面にラクダちゃんが、はい、あら、どんどこどんどこ、これがどんどん増えていくわけですよ。どんどこどんどこ、いいですね、この調子でいきましょう、うん。先週の体感、はい、あ、石田神さんこんばんは、ね、あ、石の神さん毎回言ってますね、毎回言ってるね。スタンプがね、ちょっといろいろ試してるんですけど、いまいちオーライが見にくいですね。ちょっと書き直します。おーオーライが見にくい。なボルフガング・ホング・ゲーテちゃんのスタンプもあるよ、うん、ボルちゃんね、ボルちゃんなかなかくっきり見えてますよ、うん、おお、はい、書いたの自分で。書きましたね、ソメちゃんから許可もらって。やるやんけ、書いていいって。我やるやんけ。おお、我なんや、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 ボルフガング・ホング・ゲーテっていうか、なんややったあったで、なんや、なんや。これ大妖精さんじゃないですか。久しぶりの大妖精、はい、なんかパワーアップできるかなと思って来てみました。あ、なるほど。ザバひえ、あ、こんばんは。ひえ、今日はよろしくお願いします。服を強くしてやろうかい。今の私ならあんたの服少しだけ強くしてやれそうだよ。なんかもう完全に寝る寝る寝るみたいな感じですけど。寝れば寝るだけ。お、これはじゃああれだけ強くしていこう。防御力高い方がいいですからね。へっへっ、わー。そんな感じなんだ。少しだけ強くしてやれるよっていう条件は何なんですか。条件は、はい、大妖精の泉って世界に4つくらいあったんですね、はい、確か。それを発見すればするほど、あ、服が強くできるとです、ね、そうなんですか、はい、他の服も強くしてやろうか。お、ぜひお願いします。あ、なんかお金かかると思ってたけどかかんないですね。あの忍び装とかあるじゃん、うん、これはお金かかる、お金の代わりなんですよ。なるほど、うん、支払いはしてるんだ。はい、一応してるんです。じゃあ行くよ。え、何をするんですか。あ、あ、ブルーベリーブルーベリーの吐息なんじゃないのかな。あ、そうなんですね、うん、ありがとうございます。強くしてください。これ長いのよね。全部するよ。いちいち吐息を浴びなきゃいけない。いちいち吐息を浴びさせられるんですよ。わお、ミントシュー。ちょっと期待しちゃいますよ。この次何のあれかな。何の香りなんだ。何の香りなのかなっていうね、うん、あ、コメントもね、あのちゃんと服着るようになってよかったっていうコメントいただきました。服着ないと負けちゃうからね。あ、まあまあ、コーンの方こんばんは。はい、スキップ。あ、吐息以外にも大妖精によって違うパワーアップの仕方があるんですかね、もしや。あ、うん、イカにも、なるほど、タコにも、スルメにも、ふおーひえーわーい、どこに行ったんですか。でも、あの地下通って別のとこに行こう、出現するんですよ。別の、ボーンって怖すぎ。地下街道ね、ほんと怖いんだけど。あ、今日大学を卒業してきた方がいらっしゃるみたいです。あ、そういえば卒業式シーズンですね。ですか。街を歩いてても見ますよ、着物を着た、あ、いらっしゃいました、うん、方たちがね。ショーンはなんか卒業ソングみたいなのあります。あー、乾杯今。、まあ、卒業ソングといったら小学校のやつが出てくるのかな。大きな舞台に立ち、なんだろう、はい、おめでとうございます。記念樹、記念樹、記念樹の歌とかあったね。え、何ですかそれ。記念樹ってやつ知らない。そんなのあるんですか。お、僕あれですよ、旅立ちの日にとか小学校で歌いました。白い光の中に。あ、そうです、そうです、山並みは燃えて、はい、今別れの、あ、音外れてんだ時。俺もあの下の方、飛び立とう、未来信じて、弾む弾む若い力、力信じて、この広い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 大空に合ってんのかな。ごめんなさい、ハモったりとかできないんですよね。昔はできたんだよ、俺も。音も染み込んでたんだよ、昔は。もう染み込まなくなったね。全然覚えてないですね。もうどのパート歌ったかも覚えてないですよ、僕は。あ、てか、こっちで合ってんのかな、はい、ゾーラの里。でもこっちっぽいよね。
なんか道が舗装されてるんですね。うん、見てペドが今一生懸命俺についてきて、あ、本当だ、うん、ここ、聞こえる範囲なんですね。口笛が聞こえる範囲、口笛が、そう、口笛が聞こえる敵も聞こえる範囲、そうですね。あ、こんばんはの方はワンバンコ、こんばんはの方はワンバンコなんですね。ワンバンコの方はこんばんは、ワンバンコの方はこんばんは。そしてこんばんはの方は今気づきましたでしょ、ずっと僕言ってますよ、逆だったんですね、はい、それは逆なのでは、さあ敵が久しぶりにちょいちょい戦ってきますか。アルトパートって女子が歌ってたんでしたっけ。なんかアルトは男性じゃないの、アルト男性歌ってたイメージありますね。うん、あ、うるさいうるさいうるさい、 PV っていうのは学校によるんですかね。学校よ、でもまあいろいろあるからね、あの女性でもビヨーンそれでダメージ与えられるんですか。与えられるんですよ。へえ、しかもそこそこ強いんですよ。すごい、なんか物理演算攻撃みたいな感じで、くらえ物理演算攻撃ドーンとかーン。でもこれ見逃しに置いてありますからね、うん、色が青かったでしょ、ちょっと強いんですよ。えい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 、あ、怒った、怒る云々以前でしたねびっくりした、びっくりしたわ、ね、よしよし。あ、ソプラノアルトが女子のとこもあるんですね。あ、なるほどね。男性は男性パートという分かれ方が、うん、あ、まあ、そういう時もある、そういう場合もあるみたいですね。懐かしいですね、卒業かあ、すごいかわいそうなことを言われた方いるんですね。あの音楽の先生に、うん、あなたは気に食わないからあるとねって言われたことがある。気に食わないから、あのね、やっぱ音楽性が高い人って言ってることは意味わかんない。痛い痛い、やはりやっぱね、そういう人だと思う。そうするとやはりショーンも音楽性の高い人、そうですね。まあ明日の寸劇を見てもらえば分かってしまうかもしれません。そうですね、明日のズムグリラジオを見ていただいたらね、えい、音楽性の高さがショーンに伝わると思います、はい、ぜひディズムさんの音楽性の高さと僕の音楽性の高さをね、あの垣間見てびっくりしてください、僕のリズム感のなさとかねいや、ぜひね、いやそんなことはないですけどねリズム感がないとは思わないよ、あ、ほこらを感知してるぞ。え、我ほこら感知せしせしものなりけり、なんかせっかくだから行きたいね、はい、この前までなんか激しいバトル系だったから、ちょっとゆっくりやろうよ。あのジャバジャバしてるとこあるじゃん、ナボリスに潜入しましたもんね。え、ジャバジャバ、あ、してますね、うん、あれ敵です。あー、ワニ気をつけてください。ワニ、あ、ワニみたいなもんですわ。あー、死んじゃうワニ。あ、電気の矢だ。こんばんはの方は完全にここで使えみたいな感じの電気なんですねあ、シビシビできるんですか、ね、シビシビシビルドンですよ。シビルドンですか。あ、ちなみにあのショーン大好きコログのうちはもうないですか。実はさっき拾ったんですえいえい、拾ってた、えいえいえい、えい、怒った、えいえい、怒った、怒った、全然これ突っかえてるんですか。あ、やばいやばいやばい、気づいた。あ、せっかくだからあの威力を試してみますか。あ、確かに、なんかバリバリバリッシュ、あ、すごい、バリバリバリッシュで全部倒した。強いですよ、すごい、しかも進みましたね、めっちゃ進んだバリバリバリッシュで、なんかあの辺のアイテムせっかくだから取りましょう。バリバリバリッシュ、バリバリバリッシュ、えいえい、コログのうちわって壊れんのかな。おお、どうなんですかね、風を送ってるだけですけど、こんな振り方してたらすぐ壊れそうですね。でも全然取れません、ダメです、水に入りたくないからこのまま行きます。はーい、はーい、オッケー。本当だ、角とかがすぐ落ちてる。これ宝箱持ってく意味あるんですか。今動いてるの分かります、うん、ヨットが、はい、これ宝箱、マグネキャッチと宝箱で押したんです押してんだ、はい、こっちの方が楽ちんなんですよ。あ、微調整効きそうですね、うん、敵だ、どうしよう、倒す、倒すか、バリバリバリシュ。でもあと2回しか使えません。あ、そうなんですか。これ1回、3回使うとあれなんですよ、はい、あの回復に時間かかる。あー、そうなんですか。いったー、ね、寝ると回復みたいな。あ、ね、寝るというよりも時間です。あ、時間なんだ。あー、おー、しびしび、だいぶんと、これなんかリンクもしびれてそうですけどね。やっぱ自分の攻撃だとセーフティーゾーンなんだよ。えい、きっとあの滝の中が怪しいと思うわ、はい、まあそうですね、ゾーラって言ったらあの水のなんか感じのやつなんですよね。そうですね、祠もきっとあそこにあるわ。なるほど、というあれで行ってみましょうさっきから指示語が多いなどんなあれなのか、あれがあれで、あれでね、あれがあれよ、うん、ギュンギュン、さあ進め、ギュン、いざ進めや滝壺、目指すは滝壺、いざ進めやキッティン、目指すは滝壺お、着いた、あ、見えない、あ、えい、はいはいはいこれリング潜ったりはできるんですか。潜りは確かできないんじゃないかな。そうなんだ。おお、影が。ああ、こんばんは。あの、あ、シモンさんこんばんは。こんばんはの方はワンバンコ。あ、出た出た、やった。あ、ここらもあって。いいですね。
ここってあ、ここはほこらだけですよ。あ、そうなんですか。でもここにワープできるようになったわけですか。そうです。せっかくだからこの辺にダイヤモンドが出ることを祈りながら琥珀ダイヤモンドはやはり値打ちが、いや500ルピーですから一つで最高ですよね。夜光石イワロックから出んのもあれでしたっけ。あ、ランダムなんですよ。あ、そうなんですか。だから敵によって違うというか、はい、あの復活したイワロックも、はい、前ダイヤモンド出したやつだとしても今度は違うものかもしれない。そうなんですか。せっかくボス中ボスつかなんか普通のより強そうだから、うん、いいもの落としてくれるかと思う。まあまあもちろんいいものですよ、うん、普通に鉱石を探すよりはずっと楽ちんです。そうなんだ、ね、さあ、これはこれ思うんだけどロードやっぱり長いっすよね、あ、そうですか。これ Wii U だともうちょい早いんだって。あ、そうなんですか、うん、だから RTO やるときはみんな Wii U だよ、はい、そうですか。あ、新規スポンサートネリさん、ようこそいらっしゃいました。トネリライナーさん、あ、すいません、トネリさん、それはあ、すいません、ちょっとトネリって聞くとついね、はい、すいません、トネリさん、どこのライナー、トネリライナートネリライナーわかりません。わかんないです。 ありがとうございます。ありがとうございます、電車の名前です。で、まあ、そうだとは思いましたけど、ね、はい、ありがとうございます。トネリさんが来たから頑張ってクリアするよトネリさんのための祠なんだと、うん、そうなんだと、でも本当になんか水ですね、ゾーラ近いっていう感じの、ね、オパール。このどういう条件だっけ、なんかいつもさ、はい、あのヒントをくれるじゃん、入った時に何の試練みたいな。そうそうそう、全然読んでなかったんだ。あ、3つのなんちゃらって言ってたよね僕も見てなかったっす、ね、3つのなんちゃらでしょ、まあ、頑張っていこう、頑張っていこう、とりあえず頑張ってこれ。真ん中のは何ですか、あれスイッチですか、認定今踏んでた場所、あれにある程度の重さのものを乗っければいいんじゃないですかっていう雰囲気出てますよ、ね、で俺、はい、考えつきました。上の方があるんだ、この上に行かなきゃいけないんだ。ほう、ではでは、はい、あ、この祠行ってないっていう方いらっしゃいます、ね、なるほど、あらあら、そうか、そういうこともありますよね、こんだけ広いんだから。いや本当よ、はい、本当に広いもん。あ、これじゃねえな。あ、3つの箱と書いてあったみたいですよ。あ、3つの箱、はい、じゃあおそらく宝箱を3つここに乗っけときゃいいんだろうね。なるほど、そんな気しません、しない、えいえい、うん、えい、中身がね、だってオパールなんて大したことなかったから、もうこの箱をそれで使えみたいなことですよね。いじゃあこれはアゾーラの剣、アゾーラの剣でも大したことないですね。威力は低い、高い耐久性、へえ、そういう条件なのね。で、あそこの宝箱もペロッと取りましょう。ちょっと遠い。届かないね。ペロッととは？ペロッとね。ペロッと取りたいんだな。あ、生放送初見の方、こんばんは。なんか嬉しいですね。毎回初見の方がいらっしゃってくれるっていうのは、私的には。それでもう二度とお会いすることもなくみたいな。ないないかわいそう。かわいそうな。まあまあまあ。俺たちかわいそうやん、ね。予定があった時にね、見ていただく十分な内容ですから。そうね、大体、はい、土曜か。日曜か金曜か週末、週末のソルジャー、週末のソルジャー知ってます？週末のソルジャーって歌好きなんですけど、はい、あ、何の歌なのかな、シティハンターかなんかの歌なのかな、ぽいですけどね、ね、週末のソルジャーって歌なんですけど、あ、違うわ、こういう生き方じゃねえわ、こうだ、これでいけるべ、上に乗っとけば、はい、あ、ついにスポンサー登録させていただきました、トネリだね。ありがとうございます。ボルちゃんもスタンプ使えるようになりました。ボルちゃんも喜んでるぞ、うん、ボルちゃん、ボルちゃん、ボルちゃん、どんな感じで書いたの、どうやって書いたの、ドット絵とかじゃないよね、これはもうあれですよ、あの染ちゃんの書いてくれたボルフガング君を見ながらこう、うん、転写したってこと、そうですね、転写って模写、うん、このスタンプ用にこう、ヤンスって書きました。ヤンス、ヤンス、いや、ヤンスサンパある、ちなみにヤンススタンパないっすあの、ボルちゃんをあの、打つときに、はい、ヤンスって言ったら、あれが変換で出てくる。あ、そうなの、はい、素晴らしいですね、はい、へえ、まさかリズムさんも、ボルちゃんがこんなに人気が出るとはそんな人気ないでしょあ、ほんと随一の人気かと思ってましたけど、随一の人気でしょうかじゃないですか、まあ、僕のあれか、僕のさじ加減か。ボルフガングってモーツァルトから取ったのっていうコメントあるんですけども、そうなの、いや、なんか強そうだなって思ってつけただけです。ああ、なるほどねはい、なんか強そうな名前をつけようと思っただけです。そしたらボルになってたと、はい、さあ、たまには耐え歌ってみるかそれ、ゲージは消費してない、これ消費してないです。あ、耐え歌うだけなら平気なんだ、回復もしないけど、そう、ああ、人気キャラ投票しませんかってコメントいただいています。
でも実際確かにね、うん、あ八重さんほらあの集合絵描いてくださった八重さん、あそうですか、実際あんだけキャラいるわけですからね、はい、ただ人気キャラ投票で、うん、我々の実際に演じている、うん、ロールプレイしている人間たちにどのぐらい人気がこう票がばらけるっていうのはあまり見たくない現実でありますよね。そうだねしかも俺なんか、はい、キャラも多いわけですから、まず1位は JB 来るでしょ。そうだね、2位以下はもう血で血を洗う凄惨な結果にやはりなってしまうのではだったら怖くてやだよ ね。いや僕たちだって怖いんだよ。たけちゃんは人気ないねとかなったら嫌じゃないですかね。なあたけちゃんなぜたけちゃんの名をここで挙げてるのか。キャラ数が多いとさ俺、はい、なんか俺とか有利になっちゃうんじゃない。あ逆にいや、うん、散らばるんじゃないですか。あらまさかこれは岩だ。おあうおお久しぶりすぎて何でもないじゃないですか。ほわほわってごめんなさい、お恥ずかしい泣き声を。ほわ泣き声を、まあ、ごめんなさい、いや違うんですよ今、まあ、ごめんごめん、はい、ほんとごめん。新しいスタンプの候補ですか。ほわいや、ほんとごめんなさい。あ、なんだ、はい、あ、なんだ、期待してたのか。えい、えい、えい、怒った怒った絶対怒ってると思うけど。絶対怒ってますね。よし、間違いなく怒ってますよ。この間手に入れた七宝のナイフを使おう。尻尾ナイフ、あ、強いわ。やはり、やったぜ。今、どこにいるんだ、俺。ただの箱。そもそも、はい、僕はゾーラの里にちゃんと向かってるんだろうかっていう。まあ、ぽくはありますけどね、この水に。こんだけ川がね、ね、囲まれて。僕の今記憶を頼りにこうゾーラの里に向かっているので。なんかすごいですね、ヒントとかないんですかゲーム内に。いやまあ一応、はい、あのババ様が言ってくれてるはずですよ。ああこの方角にどうこうみたいなぐらいは、うん、こうこれでね、はい、うん、あれあこれでほらこれこれ本当だ。とはいえ広すぎますね、うん、でもねやっぱねこのゲームはちゃんと人の話を聞かなきゃダメなゲームですね。あいろんなヒントが必ずあるんですよ、散りばめられている、うんうん、対岸に渡ってみるか、それともこっちの道を行ってみるか通りすがりの母になんて声上げてるのって誤解されたらしいですね。えほわーのとこですかね。あー俺があうちの子なんか変な声上げてるっていうショーンだったのねみたいなこと、うん、いやそ多分にあの分かってないと思います。認識してないと思いますよあショーンをショーンだと、だとただなんか変な規制が聞こえたっていうだけですね、うんうん、こんな夜中に夜中でもないか。さあ規制には気をつけてください。規制されますからね、気をつけてください、僕が上げて僕に規制されますからね。ショーに規制されるって相当怖いですね。怖いよね、俺でも怖いえいザバザバ。雨も降ってないし、あもうすぐ雨降るじゃん。雨降るとさ、はい、あこっちで合ってんの。雨降るとあれじゃん、水位が上がる。いやあの登れなくなるのが嫌なのよ。ツルンツルンする、うん、ツルンツルンするのが。あ俺今まで戻ってたみたいね。あしまった、本格的に、うん、おまあ良いか。解いて地図ゲットしようよということなんですけど、近くにあるんですか。あるかな、はい、あったら行きましょう。何、あイガなんだ。お前もう倒しただろ。えい、散々苦労してな。そうさ難しいんだよ、ほらおドロンドロンパ、はい、バナナを落とす。お金をくれるのはこの人たちだけなんですよね、言ってましたね、うん、バナナお金、宝箱が欲しいな。だったらこれでいけるのにな。これは忍び谷さんです。よしよし、今日どこまでいけるかな。俺の記憶だと、はい、結構きついんだよ道のりが。そもそもゾーラの里、うん、ゾーラの里にたどり着くまでがですか。そう、あじゃあもう本当にそれで終わりかもしれないですね、うん、そうなっちゃうかもしれない、はい、俺初めて行った時はねずっとこの口笛ダッシュで敵の地帯、あそこにいいじゃん、はい、あいこの地帯をずっとね走り続けてゾーラの里まで無理やり行った敵大名行列みたいなと思ってみんな引き継いできてやばいやばい、うん、そうなのよ。あれどうしよう、あれハーメルの笛吹き男みたいですね。どうすればいい、あいつ怖い。とりあえず夜まで寝てみる。あいつら寝ると思う。なんか前も寝るか試しましたけど全然寝なかったです、ねうん、寝ないやつだった。いや一応寝るやつもいるのよ、ちゃんと今のとこ見てないから寝るとこ見てみたいですけど、うん、ねえせっかくだし、はい、ここをキャンプ地とする。燃えろ
あ、ま、間違った、これバシちゃうちゃう、おお、すごい、夜まで。そんな感じなんだ、コログの、あの、うちわだとペチって感じ。コログのうちわが、うん、お、ついたついた。それで、10時になんなきゃ確か寝ないはずなんだよね。あ、なに、お、ペレちゃん、怖いな、急に来ないでよ。雨も止みそう。あー、やっぱ滑る、トゥルン、うん。ああ、今 PM9時20分、はい、おそらく10時くらいには寝てくれると思うんだけど、とりあえず雨が止んでほしいんだよな。あ、やばいやばい、大丈夫か、大丈夫、あ、ダメだ、やばいやばい、ああ、バレる、あ、バレない。あんまなんかそういう風にしてると寝るものも寝てくれなさそうですけど、そうだよね。てか見張りってそもそも寝ないのかもね、はい、ああ、まあ見張りですもんね。うん、ここは一旦、はい、水の方から攻めてみよう。ペレちゃんどうやって来たんですか。ペレちゃんどうやって来たんだろう。泳いできたの、ね、謎だよね。この水の上だったら来ないんじゃない。あ、来るわ、来るんか、よし、ペレちゃん来た、まだ行けるよと、まだ、あ、ま、まあダメだったら、あの、あれで言われるもんね。あ、もうダメだ、来られない、あ、もう来られない、もう来れないんだ、あいつめんどくせえな、倒すの。おぉ、いいですね、結構な範囲ですね。そうなんだよ、かっこいいし、この技があると雑魚を倒すのが楽ちんだよね。みんな寝たかな、果たして。えい、まあ、なんか水ルート行くとあんま敵、あれですよね、うん、直接攻撃した可能性はそうですけど、弓矢とかなければね、間接攻撃ぐらいで、ね、うん、そのためにあるんだよね、やっぱこういうのって、こういうギミックってですかね、うん、あ、やっぱバレてるわ。でももうこのまま行っちゃいましょう。ペスちゃん。よし、もうこのまま行きましょう。あ、大丈夫でしょう。バレましたね。大丈夫じゃない？抜けました。あ、こう、あ、やばい。なかなかいいスピード出ますね。こう、ね、うまく押すと。ダメだ。あ、よかった。よし。あ、そうか、これ壊れる可能性あるんですか？バコーンって。あ、いや、俺壊したことない。あるのかな？うん、これ宝箱じゃない？お、ほんとだ。ちょっと、ゲッチュしてみましょう。ゲッチュニュイン、あぁ、いかだがそうか、そうなるのか、そりゃそうだよな、しっかりしてるね、 あ、やった、50ルーピー。それいかだだけ判定ないとかありえないですよね。そうだよね、ブラックバスがいます。お、釣りですか、精が出ますね。あいつらを気絶させてやりたい。一番環境によろしくない捕まえ方あ、次の仕方ですね、うん、あ、でも気絶しませんね。もう量ですよね、量。衝撃闇。はい、よー。あ、俺これ、ね、この初めてこのイカダを使って進んでる、はい、なんか新鮮。ここやっぱいろんなクリアの仕方があるっていうのは楽しいですね、このゲーム。ここからでもいけるんですか？わかんない。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 まあ、まずは行ってみるもん。そう、なるようになるでしょ、ね、まずは行ってみましょうって。そうですよ。ちなみに、あの、今更ですけど、うん、ハートのあの黄色の部分、あ、あの、余分ハートって言ったらおかしいですね、はい、あれ、エステのエステのおかげです。ああ、やはり、あの、左上の方に黄色いゲージも見えます。丸いドーナツかけたみたいな、はい、あれも頑張りゲージの、あの、サブタンク余分の、そうそうそうです、頑張りサブタンクです。エステ、はい、エステのおかげで、あ、ちょっと待って、何これ。ちょっと疲れてますね。じゃあ戻るんだ。よし、いいぞ。そうだ、戻れ。いいぞ。今だ。こうだ。さあ、進め。今だ。あ、ちょっと右だぞ。いいぞ。いいぞ。いいぞ、こうだ。なかなか難しいですよ。そうなんだよ。スピードに乗ってしまえば。前進する力、ほんとすごいですよね。あれ、でももう終わりだ。あ、登れと。この断崖絶壁を？でも雨止んでるっぽいですね。できら登れらできら、さあ、地道に登っていきましょう。うわ、すごいな、ほんと登れんのか、これ。え？ここでいいの？え？あ？え、断崖絶壁じゃん。でも、あ、ここで、いけそうですね。ここで一旦、休憩です。休憩に入る。よっ。す？あー、いけ。お？反り返り。でも、いけそう。ネズミ返しみたいな。ネズミ返しが。高床式倉庫。お、ラネールサンド。到着しました。到着しました。ラネールサンド東口。えいえいえい。
いえ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 い挟まったよしよし、こっちから行きましょう。おお、あ、行けそうですね。行けんじゃない。ああ、また雨だ。あ、滑る。大丈夫か。まずい、こうなったらこうだ。あ、出た笛吹き崖登り双方だうわー、行ったよし、あ、来た。イーガナ、イーガナの方たち、こんにちは。来ましたね。さあ、コメントではい、なんかいろんな、うん、なんかやつが、やつが来る、やつが来るみたいなコメントがね、散々流れておったんですけど、なんか来るんですか。え、なんかここいるの。やつに会うことになるのかみたいなコメントが。え、あいつのこと。あいつですか。あって、シド王子のことかい。青森ブリンさんです。保存。よし。まあまあ進んでみればわかることさ。ああ、ちょっと楽しみにしてたので。はい、じゃあここで一度階層の方に入りたいと思います。一体何があるのかなって感じなんですけど。あら、なんかこう見覚えあるような、あ、でも来たことな、昔のことかな。なんか昔ここに来たことがあるような気がするんですけど、もし私がドラクエ6の主人公であったら、思い出すっていうコマンドを使おうかな。どうしようかな。ちょっと一旦考えて、時間もらっていいですか。あ、思い出したこの写し絵は一番最初にもらったやつっていうか、あのシーカーストにそもそも最初から保存されていた、ここでゼルダ姫との馴れ初めが見れるわけです。一番右がウルボサ様です、はい、あー、このなんか英雄みたいな色に、はい、フルボイスですよ。フルボイスですね。お、無念。目覚めなかったんだ、封印の力。無念。ごめんなさい。いいんだよ。おひい様、髪の毛どうなってんの。頑張ったんだろ。おひい様、おひい様って呼んでるんですよ、ウルボサさんは。それにこの山での修行が全てってわけじゃないさ。そうでござるな。万が一何かのきっかけ、この子は封印の力を目覚める。初めましてだすな。ポッありがとう、ウルボさん。姫様、あの、うまく言えないんだけど、私考えてみたの。ポケモンみたいな。私が治癒の力を使うとき、炎属性、水じゃないですか。ああ、エスパ、そしたら水エスパ、水エスパ、水エスパ。お、なんだ、なんだ、三着か震度6かさ、あ、わお、さすが鳥。ああ、このタイミングで終わりだ。ああ、あ、終わりだ。森の終わりだ。ベジータは涙した。リンク一切喋んないな。ずっとね。今更だけども。大丈夫だ、姫さん。奴は俺たちだけで何とか。すごい頼りになる。安心感。安心感ありますね。自分の心中に乗り込んで。なるほど。おう今の誰今のは完全に丸太を持ったか。みんな丸太を持ったか。おう丸太を持った。丸太って重たいんだぜ。おうまた丸太が。おひい様、あんたは安全なところへ。おう、いいえ、お、私も行かせてください。何もできないかもしれないけど。おう、おう、ここあー、薬剤ガノンが再来。なるほど、薬剤ガノンがやってきた時はこんなお話があったんですね、うん、あ、こんなことがあった気がします。思い出しました。あ、今どこら辺ですかというコメントがあるんですけども、今僕的にはゾーラの里に向かってるんですけど、ね、ラクダを倒した後ゾーラですね、うん、四神獣のうちまだ1体しか倒してないだす。はい、そして本当にゾーラの里へ行けているのか、それがちょっと不安です。そういうことだ。はい、はい、行けなかったら行けなかったで、その時考えましょう。
来いペレオ。あ、違う、あ、ライネルじゃないか。あれライネルだよね。無理だよ。強いんですか。激強だよ。強いなんてもんじゃないよ。でも今のショーンなら。いやいや、つ君多分分かってないよ、こいつの。あ、皆さんが言ってたのはあいつのことか。どうですか。そうか、よし、走り抜けろ。行け、トロンベ。このまま駆け抜ける。トロンベ行くぞ。どうなるんですか。うん、とにかくまずいことになる。どうどう。あ、曲がかっこいい。そこはいけるの。ペレオを置いてった。寒い、寒いよ。防寒着や。ペレオ、お前は大丈夫だ。お前はターゲッティングされないから。ターゲッティングされないようにできた。え、あとポカポカ。ダメだ。ポカポカそうでもダメ。まずい。今までのあれじゃダメだ。ポカポカそう料理しなきゃダメだ。でもここで合ってんの道。なんか寒いとこ入っちゃうと違う気しますけどね。違う気するよね。よし、一旦出ましょう。せっかくなんか黄色くなった HP をあれするのもあれなんで。はい、おわ、何？え？あ、もう終わりだ。HP 半分なくなったけど。そういうやつなんですよ、あいつは。あ、とんでもねえな。とんでもねえ強さですね。指導のことじゃなくてこいつのこと言ってたのかな、皆さん。あら、凍って死にましたね。いや、ほら、凍って死んだ。ゲームオーバーですよ。そうですね、青ですから。いやー、すごいな。ライネルはちょっと厳しいんですよ。強いんですよ、ライネルさんは。途中ね、このまままっすぐ行ったらやつがいるんじゃないかっていうコメントをいただいてたんですけど、多分そいつのライネルさんのことだったんですね。だったんでしょうか。今すぐライネルが俺のこと見つけるぜ、多分。あら、そんな近さですか。近いよ、だって今もういると思うね。どっかにいる。ほら、ほら、どっかに。だってさっき今、ほら、あそこが今寒くなるところです。ペレオだ。なんで雨降るの。崖登れないんだけど。あ、今北産業でいうことですけど、ライネルに氷の矢でやられた。まさしく。こそこそ、あー、来た来た、アイスこっち来る。まずい。雨止んでくれ。雨止んで、雨止んで。お、キツネちゃん。地図がないとなんかどうにもこうにもなんないっすね。ゾーラも外に行きたいんだけど。雨止んだ、雨止んだっぽい。よし、行くぞ。あ、寒くなった。このまままっすぐ上に行ったら、見て、ここにあるから。はいはいはい、ゾーラの里でしょう。というわけでまっすぐ行きます。寒いとこはちょっと違う気しますもんね。うん、待て待て、イエーヤイエーヤ。今盾使いました。いや、あの武器を出したら盾。ああ、そうなんですか。 あそこに祠があるけど、やばい。あ、ここは寒いんだ。よし、とりあえず祠まで飛びます。強行突破だ。すごい、すごい景色だ。多少寒かろうが大丈夫だろう。これもうなんか余計寒そうですよね。射程物なんもないもん、ね、怖いよね。一番寒いぞこれ。よく一人ぽっちでさ、はい、リンクさん飛べますよね。こんな怖いところ先も見えねえっつうのに、ね、祠の光だけを頼りにこう飛んでるわけだ。とんでもねえ旅してます ね。そうなんしゃ。 あそこに橋が見えますね。あ、本当だ。なんか大層な感じの見えますね、はい、とりあえず祠に行って仮セーブポイントとする。あ、そう。そして金麦を飲む。ごくり。飛んでる間は右手は自由だ。 あれは普通のライネルなんですか。ノーマルライネル。なんかライネルにもいろいろ種類いるんですよ。 あれより強いのが。あいつは氷の矢を撃ってくるライネルでしたけど、はい、あの電撃の矢を撃ってきたりとか。あ、とにかくなんか吠えて周りを爆発させるやつとかいたり、なんかよくわかんないですよ、ね、この全部と戦ったわけじゃないんで。強すぎてね、戦う気になんない。なんか寒いとこあっちゅう間に超えましたね。ね、よかったよかった。半分くらいだったんですかね。なんかあの飛んでる間にね、あの寒い範囲がすぐ突破して、よしよし、着いたぞ。ライネル倒さなきゃいけないんですか。え、ちょ、なにこれ、トゲじゃん。やばいやばい。めっちゃトゲのやつ。なんかそういう民間療法でもあるんですか。おっつって。足の裏。お祭りの一種なのかもしれないしね。足の裏を足つぼマッサージ的なことですか。これであなたも健康。いや。うっつでいいやろ。ねえ。これ強行突破できんだね、あそこ。さあ、タイトル見といてください。はい。5つの炎。ルッコマの。ほら。ルッコマさんの。もう並び替える気ゼロです ね。
ルックマさんの、あこれ、そうそう、ここもなんか水に関わる何かですね。完全にあれですね、火をつけてくれみたいな顔してますよ、うん、やつがなっておりますな、ね、あそこに宝箱がある、宝箱があるので取ります。はい、ボワー、おー、木は燃えるんだと。これはそして銀だな。あ、なんかかっこいい宝箱ですね、うん、お、ゾーラの弓、しかしこれ以上墓地には入らない。基本的にゾーラ系は攻撃力ないけど耐久があるみたいなことなんですか。そういうことなのかな、なんだかね。捨てよう、捨てよう、はい、こう置き方がスマート、特殊な金属、あ、なるほどね、金属的なあれなの。よしよし、ではあれを、謎を解きましょう。シオン、便利な言葉だな、シオンってそう言われるとそうですよ ね、確かに。おお、すごいギミック。なんかちょっと壊れるのやだから、壊れてもいいやつやな。そうですね、ナイフですか、これでいいか。あ、どうだろう、今まで通り。確かに耐久力あるし、ちょうどいいんじゃないですか、うん、攻撃力高くないし。これは、あん、あ、ぐるっと回って1回転、はいはい、ぐるっと回って1回転、くるっと回って一回転でひっくり返って、わっはっは。それはケロロ軍曹の曲です。おー、知らなかった。消えちゃった、消えちゃったな。炎をつけろと。うん、今どんな感じでついてんの。今一個もついてないじゃない、もしかして。一個もついてないと困るんだよな。あ、全部消えた。あ、一回ちょっと出ましょう。 あ、消えちゃうともう、そうっすね、そうか。皆さん今日はここでもしかしたらお別れになるかもしれませんもしかしたらですよ。今日は何時までの予定ですかということですけど、とりあえずゾーラの里には行きたい、ね、あ、行きたいね。ゾーラの里には行きたいですね、23時までには終わるでしょう、うん、そうですよ。だいたい3パートでクリアしましょう、こんばんは久々に生見に来れたという方いらっしゃいますけどね。何ですか、忙しかったんですか。ありがとうございます。炎の矢もありですよねということで。あ、自分でつけれる。そうね、そうか。でもなんかちょっとここは解きたいっす。自分解きたいっす自分解きたいっす自分解きたいっす。じゃあ頭のいい方ちょっとどう教えてまず右の方につけるのがね、はい、ベストオブベストだと思うんですよ。ベストオブベスト、ただベストで、すでにベストなのにさらにベスト、ベストオブザベストですよ。あ、これだ、危ね、そこだ、ミリチャギーミリチャギー。あ、くるっと回ったわ。あ、わ、なんかすごいドバドバ出てる。対応の仕方が分かんない。今横に曲げたから横回転なのか。そうですね、この矢印が今左に書いてあるから、はい、これを叩くとおそらく、そうですよね。あ、あそこについた、あそこについたらもう消えることはないな。あ、全滅の恐れはでもあるのか。こうだ、あ、オーン、はい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 。それでこれを左に回したいな。こうですね、はいはいはい。あとどこ、これをさらに左に回せばいいのでは。あの水がドバドバ出てるとこがあれですよね、ダメなんですよね。うんうん、要は水で消しちゃう可能性もあるってことですよね。そう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 、で下のあれ水についても消えてしまうわけですから。そうか、そりゃそうですよね。で5つの炎をつけろと、つけろと。あ、それでもいいんだ。ついたんじゃない。あ、消えた。あれ、あ、あれ水出るとこか、はめられたなんで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 。でもこれで水平にやっとけばもういいんじゃない。あ、意味や、ラッキー、こわー、はいはい、これいったんじゃない。つくのでは。あれ、あ、あれつかないんだ。あ、あれ、あ、ついた、ついた、びっくりした。時間差でね、さっきまで湿気てたわけじゃない、湿気てたんですよ水かぶってたから湿気て、そこまでリアルか、やりよるわブレイスオブワイルド、皆さんぜひやってください今更も今更ですよねいや、でも未だになんか、はい、ランキングトップじゃないですか、やった方がいいゲームみたいな。あ、そうですか、いまだによ。うんいろんなゲームありますけど、なんか今年はあと何出るんでしたっけ。それはニンテンドースイッチで、スイッチで、いや、僕はクラッシュバンディングやりたいです。ああ、言ってたね、はい、クラッシュバンディクー、クラッシュバンディクー、クラッシュバンディクー、
ジャンプだ、ヌン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 。あれ続きありましたっけ？はいははいみたいな。あった気がする。クラッシュバンディク2で特殊なコマンドを入力すると、その歌が聴けるんですよ。って知ってます？そういう裏技。知ってますよ。ねえ、あれ、あの人形のバンディクとさ、なんか横にお姉ちゃんみたいなのがいてさ。実写でやるんでしょ？そう。お、張り切ってんなと思ったね。よし、ここは一気に駆け抜けます。アトネイさん、今日やっと四神獣全部解放したって。あ、ほんと？あー、やっぱやってる方いらっしゃいますね。おめっとさんって感じっす、あ、スイッチのスマブラ買いますかっていうコメントありますが、もちろん買いますよ。あ、買うんだ。もちろん買いますね。なんか、リズムとやったら負けそうで、あ、負けた。僕、スマブラ2の64だけですからね。他のシリーズ全然ですよ。まあまあ、最近。はい。俺はクラウドを使うんですけど、好きだからね。AF7 好きだから。でもクラウドって強いんですよ、はい、性能が。だからなんかちょっとお前強いの使いやがってみたいな感じになるのが強キャラってやつですね。そうなん、嫌なんですよ。なるほど。でも僕はクラウドが好きだからクラウドを使いたいと思うんだよね。いやでも最新作にクラウドさん出るんですかね。ああ、どうなんだろう、ね、そうだよね。スネークとかも一作品だけだったからねえ、ねえ、出れないかもしれないね。ショータイムだ、うん、ぜひ出てほしい。そしてさらに、あ、イカちゃんも出るんだ。あ、イカちゃん出るんじゃないですか、うん、そら。じゃあな、あの様子では、ね、カシムとか買うんじゃない。なんて雑な。じゃあ何、丁寧に言ってどういうこと。え、ちょっと丁寧に言ってみてくださいよ。カシムさんも買うんじゃないでしょうか。あ、丁寧ですね。いや、やっぱ違いますよ。言いますよ、だってさっきのショーの最初、うん、カシム買うんじゃない。次はカシムさんも買うんじゃないかなって言ってました。あ、なるほど、うん、違いましたか。 ないでしょうか。そこにやはり違いますよ。あ、ちょっと雨で登れないっす。じゃあやっぱタケちゃんマンも買うんでしょうか。ねえ、さあタケちゃんマンも、ね、バナナおやつに入るんでありましょうか。はい、入ります。まっすん。タケちゃんマンが買うならね、スマブラとマリオテニスはぜひね、トーナメントなりリーグ戦なりやりたいですけどね、うん、メンバーみんなで遠くにいてもタケちゃんマンともできるわけだしね。多分できるんじゃないですか、うん、やはりこの先何があるんだ、うん、怖い。あ、でも行けないのかな、この先って。あ、何ですかあれ、橋だと思ったのが実は橋じゃなかったですか、うん、行けなさそう。ダムな、そう、そんな感じだね。ちょっとこの山を登ってみてはどうだろう。これでもゾーラ向かってます。ゾーラはここなんですよ。はあ、だからまあまあまあ一応方向的には間違ってはいないんですけど、うん、どっから行けばいいんだろう。あ、あっちかな。あっちから登れそうじゃない。そうですね、なんかあっちの方が緩やかですね。ね、じゃあ力いって、右側は険しすぎますね、うん、なんだか僕の頑張りゲージじゃ無理かもしれない。ガウガウ。あー、こんなとこだったんだ。全然さっき針見えなかったもんな。本当だ、トゲだらけじゃん。直線距離を行く。つったかたー、つったかた。最短距離だ。黄色い HP があってよかったですわ、ね、あ、これからクトゥルセッションという方ね。ああ、そうなんですか、ね、あ、石田カムイさんね、楽しんでください。あら、お疲れ様です。いいですね。ええ、みんな結構夜遅くからやるのね、普通。まあオンラインセッション、うん、スカイプとか、あ、その通話しての。逆に皆さん、何もない夜とかの方はありがとうございます。あ、すみません、ありがとうございます。何もない夜とかの方が石田カムイさんからいただきました。あ、石野カムイさん、はい、ありがとうございます。何もない夜の方がやりやすいと。だってもう今日は土曜の夜ですから、やっぱ明日休みっていう方はね、ああ、そっか、この時間からの方が、そうね、できるのでは。それであれなんでしょ、終わった後みんなで飲みに行くんでしょ。そういうもんなんですか。いいなあ、はい、今日の俺のプレイング見たみたいなことでさ。そんな、次の日の小学生の番組見たかどうかみたいな、そんな話題に上るほど僕ら有名ですから。いや、いやいやいや、みんなでよ、はい、みんなその石野カムイさんたちが、そう、楽しみにしたクトゥルフをやり、だったらいいですけどね、やった後、こういうプレイングしてどうだったみたいなことを話すのはなるといいですけど ね楽しいことじゃない。今割と高いところまで来れましたね。来ました。これで見渡したらある程度ね、なんか分かりそうですね。えい、あ、ちょっと急ですね。あ、行きますね。行きますね。すごい、こんな急なのに。おお。さあ。お。あ、まあ方向的にはこっちで合ってるっちゃう、ね。はいはいはい。で、あそこに塔がありますね。ありますな。せっかくだから、塔を解放しつつ向かいましょうか。ええ。そうしましょう。この辺の地図もね、
欲しいね。当然解放していかないと、うん、あ、こんばんはの方はワンバンコ、あ、ワンバンコン、さあワンバンコンというところで今まさにコンコンキツネを倒そうとしております。コンコン、あ、いや、キャスメ、あ、あ、キャスメ、お、ニガさん、あ、今来た方はワンバンコ、キャスメどこだ。本気すぎますよね。お、キャスメどこだ。酔う酔う、画面酔う。キャスメ、あれ、逃げてー、キチュネちゃん逃げちゃ、よし今回は仕方ない、逃がしやろう。慈悲深い、ペロコネかな、馬乗りてえな、襲っといて慈悲深いとはって感じです諦めただけなのに。ペロコネかな、なんか敵もいなくて平和ですね。いいですね、なかなか、うん、危険が迫ってませんね。そうですね、あ、いた、うわー違うキツネでは、ラリアットや、出会い頭切りここであったか100年目、慈悲はない。お、なんかありそうな感じの、すげえなんかありそうな感じの、いや、やはりまたショーンのもう一度チャンスが来るわけですか、うん、お、あ、鳴き声チャンスが、なるほど、もしやここなのかな、もしやここ、おや、あ、でも何にもないですね。そうですか、なんかその、あ、上登ってみますか、足元のあれは違うんですか、なんか 足元あれ違うか、お、あ、これは、あ、これ、もしや、お、な、沈黙しすぎなんだよ。なんで沈黙するの？沈黙、あ、もう、うん、まあ、ちょ、本当に今日は泣き声になってなかったですね。もじょもじょって言って、あ、よし、あ、いろいろありますけど、頑張っていこう。え、あ、あそこ俺だいぶ前に印つけてる。あ、つけてますね。あの祠、あそこちゃんと俺だいぶ前に収集してくれてる、うん、こっから行けないかな、ジャンピングで厳しいか、厳しそうだな、厳しそうだけど行ってみたいな。お、あそこもなんかありそうじゃない、浮かんでました、なんかほら鹿の兄弟がいる、鹿の兄弟が兄弟なんだ、ハロードギー無慈悲あまりにもあまりにも無慈悲、幸せそうにね、すごいな、談笑でもしてたんでしょうか、ね、とりあえず今塔を目指してるんですか。そうですね、まあ強いてはゾーラの、ゾーラの通り道を行きながら塔を目指してるという形です、ことですよね。いけないかな、でもなんか近そうに見えてちょっと遠いんだよね意外と。あ、バッタじゃない、あ、トンボだ、トンボか。トンボよ。こっから飛んでみようと思うわ。ああ、でも飛んでも全然。ちょっと厳しそうかな。遠そうですけど、渡りきれるかぐらい行けるといいですけどね。あの川、うん、川池。あ、じゃあさ、あの、ここを目指せば陸地だから。あ、そうですね。で、ここじゅんぐり登っていくと。じゃあまず塔行きましょう。レッツゴー。はい。スーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。おはぎもちさんでよろしいでしょうか。美味しそう。ありがとうございますあ、ちょっと、あ、いけそうな感じ、あ、でも、いや、いけなさそうな感じもしてきた。よし、この、これなんだろうね、恐竜の骨みたいな、なんかでっかい出っ張ってるけど、うん、なんかこういうのを、武蔵伝で見たことあるんですけどブレイブフェイサー武蔵伝懐かしいですね、こういう骨がね、道中あった気が、あったね、あったよ、あのゲームもね、はい、良作でしたね。でも良かったですよね、素晴らしい、サトシの声で、そうなんだよ、声優さんがね、大塚さんも出てくるしね、そうだ、あの首でこう弾頭台にこうずっと ねなってたね、あれ絶対あれでしょ、弓矢とか避けるための壁でしょ。あ、そうなんですか。絶対そうだよ、ほら、あ、見てあいつ、はい、あんなところに、わ、あ、僕ブリンちゃんが、でも知りません、行きます、わ、見て、あー、いいだ、やばいやばいやばい、いるかないるかな、あ、やばいやばい、どこ飛んでんねん、行くぞ、はっ、あの岩があるじゃない？はい。落とす。落としたい。なるほど。ああ！いましたね。なかなか。何？こう結構あれだね。警戒されてますね。そうだね。包囲網が。ちょっときついっすね。どうしよう。
スニーキングミッションが。どうしよう、あれをまず落とそうか。燃やせば落ちる。うん、なるほど。こっから落とせるかどうかだよね。そんなら行きますよ。よし、届け俺の思い。バーティカルショット。手前も燃えてる。あれしかもあっち燃えてない。なんじゃい。手前に当たった。そういうことなのかな。あいつはなんで気づかないんだろう。よし、こっから撃ちます。うわ、やばい、あいつ見えてるぞ。完全に見えてますね。なんかこの辺に止まれるとこないかな。ああ、あそこまで行けば。でもこう正しいゲームの楽しみ方な気がします、はい、試行錯誤という意味では。そうだね、まさしく、うん、まさしく。よしよしよし、ここまで来たらもう倒さなくても息もしてくるけど、あのなんかあのバッテン印あるよね、きっとあれ撃てば、うん、支えですよね、あれ。うえあ、死んだ、やった、一撃。あ、逃げてった。あいつも、あ、大丈夫か、つかかってるけど。あ、逃げてたわけではない。あ、逃げてった、逃げてった。あ、気づいてないですね。で、戻ってきた。気づいてないですね。じゃあ、上に行きましょうか。お疲れ様です。あ、なんか強そうなのいる。あら、あいつ絶対やばいよ。うわリンクの構えがマジですね。うわって感じ。やべえっていう。いっぱいいるじゃんみたいな、なってますね。どうしよう、これどうすんの。そういうのを考えるのが楽しいんだよな、このゲーム。あぶない、危ない、危ない。やっぱりあのあそこ撃つか、あれも支えを、うん、こっちから。こいつ、こいつを落としてもただ起こしてくるだけじゃない。ああ、ダメじゃない。あれでもあの岩がこう、はいはいはい、落ちてきそうじゃない。はい。お、あ、鳴き声が増えた。で、あいつはやったと。あいつは気にしない。あいつは多分仲間意識って薄いんだろうね。ははあ。この子たちは。そう、落ちてますよね。リンク落ちてますよね。大丈夫ですか。めっちゃ進んでるはずなのに。スリスリ。また雨降ってきた。あー、まずいまずい。弓矢とかもこうつけてたら落ちてくるんですよ、雷が。平石になって。そうなのよ。ははー、よしよし。さらにあの岩を落とせんのかな。あー、うん、雨ですからね、登りづらいですね。本当ですよ。あいつは水に落ちたら死ぬのかな。あ、そういうことですか。やってみる。溺れちゃうの。あ、溺れてる。すごい。すごいね。あ、これで倒せるんだ。あれ、あ、雷で死んだ。雷も落ちてる。すごいな。俺はなんてことをしてしまったんだ。天が味方しておるわ。ぷかー。わ、いっぱいアイテム怒ってる。なんかここ落ちたらリンクも死にそうですけどね。大丈夫だよ。イエーイ。やった。あ、いっぱいあるよ。頑張ります。頑張ります。取りましょう。モリブリンの角。あ、なんか新しいアイテムだらけでいいですね。はいはい。はい。うわ、怖い。やった。これで、ここ登っていく。うわ、落雷すごいな。うわー。ああ、敵がまた。うわ、あ、滑る。今のリンクのチラ見がちょっと可愛かったですね。 あそこに宝箱があったんだ。だからあいつに振ったんですね。ああ、帯電してましたね、うん、今。はい、まあ、こいつらごときね。そうですよ。 あそこにもある。あ、あの強そうなやつ。あ、祠もある。祠っすね、祠が。あはあ、えい。塔はこの上でしたっけ。塔どこだっけ。と、あ、と、ここですね。あ、もうすぐそこです。もう目と鼻先。あ、見えた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 。はい。じゃあ、塔に行って。さあ、生配信から1時間経ちましたけど。あ、もう1時間経ったの。早いもんだすな。あ、こいつも寝てる。あ、寝てますね。じゃあ、こっそり近づきましょう。10時20分。こそこそ。今日は、ポコブリンさんの自宅の方に行ってます。おはようございます。し
死んだ。申し訳ねえ。すごいなあ。あいつまだ寝てるもんな、奥のやつは。まあ、一応、はい、音は聞こえてないっていう設定なんでしょうね。さあ、おはようございます。あ、ボコブリンさんの、ボコブリンさんのトゲボココンボです。そこに興味持っちゃう。ペロ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 。何してんの？ギルガメッシュ。えい。だから分かる人いないし、バンですよ。あ、ギルガメッシュバンですか？いや別に。時間帯ほら、時間帯が違うから。時間帯そうね。PM11 時だから大丈夫。はい、ゲーム内。ゲーム内がね。こんなところで寝てたら風邪ひくぞ。みんな寝てますね。雨なのに。えい。こいつは、あー滑り落ちてた。汚ねえ滑り台だぜ。つるん？こういう雨だからここからちょっと登れないですね。でも頑張ってみる。えい。あー滑りますね。ゴーゴー。1,2,3,4,5。ダメか。あ、てかあいついいんじゃん。お、エステ分が。おお、届いた。敵気づいた。倒した。もうむちゃくちゃですよ。エステ分がなくなっちゃった。なくなっちゃったね。まあいつかなくなるからしょうがないでしょ。まあ、そうですよね。あ、これ全部使うためにエステしたわけですから。そうですそうです。なんかすごい雷降ってきそうですね、この装備。ね。でこれね、でも金属じゃないの。はい、あ、そうなんですか。うん、これ金属のやつはビカビカしてるけど、はい、これ金属じゃないの、不思議だよね。あ、あいつめっちゃ強いやつやめ、あれあれだ、ショーンがいつもやられる系の、 なんかすげえ見つかってる。あーっと、なんか擬態してるやつだ。 なんやの本当に。押してきや。あ、ガーディアンクス壊れちゃう、強かったの。同じ土俵で戦おうや、戦おうや、上からは卑怯やで。これ登りましょう。あ、雨止んだ。あ、いいですね、雷も止まって。おい、せっ、はっ、ほっ、そりゃ頑張れ、ごえもん64ね。大山幕府の砦の B ボタンを押しながら、はしごを登るやつ。はしごを空を飛ぶかのように、ほっ、は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 っ、って。登るやつ。よっ、ああ、遠きました。来たね。ちなみに、あいつを倒すと氷を出せるマジックロットみたいな、アイスロットみたいなのがね。あ、つえがね。ちょっと欲しいよね。あっ、ラネールの塔。いいですね。えい、よいしょ。この塔はそんなに危険がないですね。そうですね。登り切って、なんか登ってくるまでが大変だったよね。そうですね。ここまで来れたらみたいなことですね。あ、やばいやばい。コメントで散々噂されておりますかの人物に会えるのでしょうかっていうことでね。ああ、そうね。ライネルじゃなかったんだ。ライネルもですけど。ライネルさんには会いたくないけど会ってしまった。いや、会えるでしょう。もうすぐよ、ここまで来たら多分。おお、危ねえ。やっぱこの忍者衣装着てるとスニーキングがやりやすくていいですね。ほい、着いた。ん、なんか高い、なんかいる。どうしたの、高いに決まってんじゃん。このとこに登った人がいる。ヒャー、びっくりしたん。本、失礼。小生はゾーラ族のノールというものだ。記念は旅の方とお見受けしたが、なぜこんなところに。いや、貴様こそなんだ。ふぅ、鋭い、鋭すぎる質問でございますな。実は小生、里の指導寺と一緒にとある事情でハイリア人を探し、あ、まさしく、うっかり昼寝してしまい、すごい音でし、すごい音と振動で起こされたと思ったら、こんなところに、あ、せり上がってきたんですかね、塔が。下に置いてあるのが高すぎて、どうしたものか思案していた次第。なんとかこの下に、橋の下におられる指導寺に気づいてもらいたいのが。というか、記念、ハイリア人では。すごい。なんと、これは幸い、私の運びがショーに近いぞ。そうですね。指導寺見つけました。ハイリア人がここにおります。聞こえてんのかな。シン、うん、やはり指導寺は小生のことに気づいておられ、気づかれてもいないの。こうなったら思い切って下の階に飛び込んでみるべきか。そうすれば指導寺の元に行ける。まさに私に飛び込めと言ってますよね。いやいやいや、この高さ、指導寺のおそばに行く前に天国に行ってしまうわ。ハイリア人はすまない。小生、指導寺の元にたどり着くのに時間がかかりそうでな。小生のことは放っておいて先に行ってくれ。今会ったばかりの人に先に行ってくれと言われるのもね。すごいですね。ノール、うん、なんかエラ呼吸しそうですけど、こんなとこ行って大丈夫なんですか。ノール良性では。はい。皮膚呼吸もできる。あ、そう、3つトリプル。
あの俺たちもやってたわ、皮膚呼吸は。皮膚呼吸してますよ。皮膚呼吸は我々もやってましたね。やった、久しぶりの塔だ。ボワン。登録されました。地図がさらに。はい。お。あ。さ、ウルオンは。ウルオンだ。もうここに見えてるあの祠が気になってしょうがない。気になるよね。画面右のね。見えてる。来てくれ来てくれって感じですね。やった。はい。わあ大きく、随分大きく。この辺が。この中に入ってますね。あ、ここの黄色い点がゾーラの、ねええ、ピコンピコンしてるとこが、はいはい、我々が今日目指してる場所ですね。行きたいところ行きましょう。ゾーラの里、フォー高いってなってますね。高いんでしょうね。お、ここすげえ遠そうだな。そうですね。あの今ピント合わすの大変でしたね、うん、焦点を。この下にもいくつか今、はい、印つけましたけどね。行きますか、せっかくだから。あ、どうします、祠の方に。祠クリアしていきます。王子はいいんですか、王子は。まあ強制的に目指してれば合いますからね、はい、ああそうなんですね。ゾーラの泉を、あこの道の先がゾーラ、あ、あったわ。じゃあ祠1個行きますか。うん、祠、うわー、 あれがゾーラ、あ、高い、レッツゴー祠。なんかあっちにもなんかありそうだね。なんだ、あー、なるほど。へぇ、指導王子はどこなんだ。ここはこの1個だけだっけ。高いとこからすごい今探索してますね。ね、お、あそこにもあった。あ、どうしよう、あそこ、あそこはまあ後回しですか。ヒュイーン、ギリちゃん、おお、あれあれ、あなたはハイリア人。そうです。まずは登録を、まずは1000ポイント作っておく。こんにちは。ありがたい。お前はハイリア人だな。トルフォー。そうです。よしよし、ついてるついてる。こいつもシドではないんだ。この方違いますね。ああ、いきなりごめんごめんご。私ゾーラ族のトルフォー。ずっとお前のようなハイリア人、本当本当。実は私たちのゾーラの里がおかしなことになってるね。だから私たちシドウジと一緒に強そうなハイリア人。ああ、まさしく。ありがとう。お、ダルブル橋にいるよ、シドウジ。あれは見えてる、うっすらと。私は助けると思って一度指導時の話を聞いてくれないか。はーい、ここクリアしたら行くよ。割と悠長な。お、やった、ダイマックスラディッシュ。トルフォーはなんかかっこいい感じですね。いろんな性格の人がいるんだね、やっぱり、俺みたいなやつもいるや。ね、塔の上のやつは愉快でしょ、ね、ローグ、うん、散々話したと。ハイリア人じゃん。っていうかハイリア人じゃん。いるんじゃん。ビルがまい。力の試練。ジョイン。あ、ってことは倒すんですか。さあ、果たして倒せるんでありましょうか。またガーディアンが。ね、弱点武器を引っ提げて、ショーンショーン、いざ参ると。さあ、床の方がせり上がってまいりました。おがくりショーン、一体何がいるんでしょうか。押して参る、ガーディアンです。やはり分かりきっておりました。片手剣ガーディアンですね。そうですね。じゃあ盾もくれんのかな、こいつは。こいつ最初撃ってくる気がする。あ、よし来い。え、あ、ちょっと待って。ちょっと、あー違うかな。やばい、こいつクルクルしてくる。カウンター入らず。あ、そこで当たるの。もう手前で当たっちゃったの。バシ、あ、あ、あ、もう一回、もう一回。なかなか入らんすな。ちょ、待って、もう一回。あ、違う違う、こいつまたやってくるぞ。今です、ラッシュで倒したいな。あ、また、あ、出た、上昇気流を掴むやつや。わーお、えい、どうしてもラッシュで倒したいんだ。タイミングよく。あ、まずいまずい。あ、もうあれだ、もう無理ですね。こうなったらもうこいつはもう一撃必殺撃ってくるんですよ、はい、え、なんすかそれ。あの、すごいレーザー撃ってくるんです。ああ、じゃあその前にも倒しちゃえよと、はい、もう倒しちゃうしかないです。もうしょうがない、そういうもんなんだ。
まあ、なんか特に見せ場はなく倒しはしましたね。なんていうか、まあ、うん、に見せ場、とりあえずアーカイブは買った候補。まあ、そうなんでしょうね。な多分入って、入って出てきて撮りましたね、はい、やりましたねショーンって言っておしまいですね。まあしょうがないんじゃないでしょうか。いやもう一回くらいないかな、まあダメージ的にはね、なんかあの特に入らずに、ね、そうですね、ガードしましたから。倒したっちゃ倒したんですけど、ガードしましたから、はい、別にね、ビビって避けるのが遅かっただけですから。やった、騎士の意味、はい、でもいらないな。はい、取っときましょう。シド王子の話がねちょっと長かった気がするのよね。あ、シド王子も長いんですね。うん、私の記憶では。俺極意とかはねいつもあのビタロックで止めてボコボコにしました。そういう敵がいるんですか。あの今上位、はい、中位さ、なんかすごい難しい極意っていうのか、極意っていうんですか、すごい強いんですよ、はい、極意のやつは。そいつはビタロックで止めてボコボコにしてたっていう話ですね、はい、ちなみにビタロックで敵を止めるにはあのアッカレ地方の研究所に行ってビタロックを強くしなければいけない、はい、なるほど。それで敵も止まるようになる。止まるようになる。それガーディアンだけですか。いや何でもよ。おすごい。どんな、まあ絶対ではないんだけど、あのさっきのめっちゃ強いライネルでさえもちょっと止められる。あ、そうなんですか、うん、あ、この人は何でしょう。旅の人ですかね。ありがとうございます。もう完全に、あー、強制イベントだ。ゾーラがそこら中にいますね。うん、お、フルボイスですよ。お、いい声ですね。ここ見してる。さっきちらっと見えた。ズバッ。お、すごい着地。おー、シド王子、あなたがかっこいい。